こんにちは。こんにちは。今、関空に来てます。今から、ナタリアの故郷のドイツに里帰りをします。まず、今から、北京に向かって、で北京で乗り継ぎします。で北京で30時間のトランジットあるので、一旦北京に入国して、北京を1日観光してからフランクフルトに行きます。うん、じゃあまた。これ何？チキン。チキン。ご飯はチキンかビーフが選べます。今北京に着きました。今から、無料のトランジットのホテルを、エアチャイナが用意してくれたのでそちらにチェックインをしに行こうと思います。はい、行きましょう。はい、こちらが今夜北京で泊まるホテルの部屋です。思ったよりも広くて、しかもこれが無料ってすごいですね。でこっちがトイレとバス。で今から少し部屋で休憩した後に、ワンフーチンという天安門の近くにある繁華街に行って北京ダックの美味しいお店に行ってみようと思います。北京ダックです。すごい、北京に来て北京ダック初めてねえ。同じ、え、多分この皮に北京ダックを巻いて野菜も入れて最後このタレにつけて食べるのかな。そう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 、で巻いて巻いて巻いて、うんうんうん、でソースつけて、うん、どう？めっちゃ美味しいね。北京で北京ダック。朝ごはんです。